お酒の強い弱いには人種や性別、年齢や体重でも違いがあります。例えば日本人は世界的にお酒に弱い人の割合が多い人種だって知ってました？また女性の体は男性よりも水分の量が少ないため血中アルコール濃度が高くなりやすく、男性に比べて肝臓も小さいので分解も遅いと言われます。お酒の影響を受けやすい分、女性は男性よりアルコール依存症や肝臓障害を起こしやすいとも言われています。これも知ってました？妊娠中や授乳期にお酒を飲むと、お母さんの体や母乳を通じて赤ちゃんまでアルコールを飲んだ状態になってしまい、悪影響が出る可能性があるので絶対にやめましょう。男性の皆さんも女性の体をいたわるためにぜひ知っておいてくださいね。